どうも、クーニンです。ここ行ってきました。突然ですけども、これはどこかというと、アンダーアーマーベースボールハウス川崎久慈っていうね、この前動画で紹介した、アンダーアーマーっていう野球のブランドの、商品を置いてるスポーツショップですね。で、アンダーアーマーのグローブを置いてるスポーツショップっていうのが結構少なくて、この川崎久慈にはそのアンダーアーマーのグローブが置いてるので、ちょっと見に行ってきました。で、ここは結構大変ででしてね、かなり歩いたんですよね。まあ、15分ぐらい歩きましたかね。最寄り駅が、これ場所が、さっきも名刺にありましたけど、川崎市の高津区久慈 2-16-1 なんですけども、ここの最寄りが、双子新地っていう田園都市線の駅なんですけども、まあ、そこがなかなか止まんないんですよね。急行とかで、まあ、結構通り過ぎちゃうことが多くて、だいたい双子玉川か溝の口から降りちゃうみたいなような、そういう場所なんですよね。で、まあ、結構行きづらいんですよね、そういう意味で。だいたいだから皆さんもし行くとしたら双子玉川とか溝の口から行かれると思うんですけど、だいたいその場合だと、まあ、タクシーでだいたい1300円ぐらいで行けるかと思いますね。溝の口からだとタクシーで1300円ぐらい。で、双子玉川も多分同じぐらいできると思うんですけど、まあ、2キロ、2.5 キロぐらいは多分あるので、直進距離にすると。歩くと30分ぐらいはかかるんじゃないかなっていう形ですね。で、僕は双子新地から行ったんですけど、まあ、ほぼまあ一本道で、分かりやすくはないんですけど、なんとか行きましたね。で、そこに行ってみたんですけど、やっぱアンダーアーマー商品は充実してましたね。これ映像を見ても今もらってる。
床はまあ、芝生でしたし、それはなんかプロ野球のスタジアムと同じ芝を使ってるみたいなんですね。であとスタジアムにある選手が座るベンチとかもありましたし、あとはコミュニティスペースっていう、この名刺にも書いてるんですけども、プロ野球選手使用アイテムやプロファイルが閲覧可能なコミュニティスペースっていうの実際あって、まあ、その近くに週刊ベースボールとか野球系の雑誌 も無料で読めるような形になってまして、ちゃんと座ってみんな団らんしながら野球について語れるようなスペースがちゃんとありました。あとまあプロテインも売ってたりとか、ウェアも売ってましたし、まあ周辺のリストバンドであったり、手袋であったり、まあ帽子だったりバッグだったりっていう形で結構品揃えはありました。でもスペースとしてはそんな大きくないので、たくさんあるわけではなかったですけども、一通り全部のウェアであったりギアであったりっていうのはあったような形ですね。はい、あとはバッティングセンターが併設してるっていうのがすごく特徴的なんですけども、ゲージは5ゲージかなあって、まあ遅いところは80キロ、速いところは140キロがマックスでしたね。で、神宮みたいなああいう何ていうんですかね、液晶の映像でやるタイプじゃなくて、このアーム式のやつですね、バーンってなるやつですね。まあ、僕個人的にはその映像よりもこうアーム式の方がタイミング合わせやすいので、やっぱ野球特にバッティングというのはタイミングのスポーツなんで、タイミング合わせ練習としてはアーム式の方がいいのかなっていう形をしましたね。であとやっぱ店員さんがいろいろと、まあ、教えてくれますので、まあ、商品のことであったり、あとは別途そのバッティングのコーチング的なことも行動してやってるみたいですので、野球少年が行く場所としてはすごくいい場所じゃないかなと思いましたね。やっぱたまり場にできますし、まあ、そこでプロテインだったりいろんな知識も取り入れられますし、まあ、飲めますし実際に。で、比較的店員さんフレンドリーでね、バッティンググローブとか選んでる最中とかですと、開けて好きに履いていいですよみたいな形の気さくな感じでしたね。まあなんであそこ本当近くに住んでる方とかね、特にまあそこに行くのが苦痛ではない人に関してはどしどし行くべきかなと思いました。ただまあアンダーマー商品ちょっと高いですね、やっぱり高めだなっていう印象を受けました。僕は今回グローブは買おうと思ったんですけど、ちょっと3万円かっていうさすがにちょっと思いましたね。まあ3月に新しいラインナップが出るようですので、そちらをねぜひちょっと今度見に行ってまた動画にしたいと思いますので、次は原宿の店舗行きたいと思います。ということで、川崎くじはバッティングセンターが併設されたアンダーマーのグローブも買える、ウェアも買える、総合ショップとして、まあ、あとはそのテイストにすごくこだわっているところだなっていう印象でした。プロ野球選手が実際に座っているベンチだったり、人工芝だったり、コミュニティスペースでまあ野球談義できたりっていう環境が整っているというのがすごい良さそうで、店員さんもフレンドリー、商品とかもある程度試着させてくれるっていうところとかもあって、まあ、すごく良心的なところだなっていう印象を受けました。ただ立地が僕的にはちょっとこれはきついなってところにはありました。はい、そんな形ですので、ちょっと電車とかで行かれる方はあれですね、ちょっと歩くぞっていう覚悟で来てください。車の方とかは駐車スペースありますので問題なく止めれるかと思います。ということで今日の動画は、ここアンダーアーマーのベースボールハウス川崎くじ、店に行ったという動画でございました。また、野球関連の動画をたくさん上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録とあとはいいねの方を押していただければと思います。それでは今日は失礼します。鼻声ですみません、ちょっと花粉症気味なんです、すいません。それでは今日は失礼します。